どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA の国内特典航空券の発券方法についてね、解説やっていきたいというふうに思います。この方法はですね、結構ね知ってる方もね多いかなというふうに思うわけなんですけども、ちょこちょこですね質問いただくっていった形になりますんで、この動画ですね実際にね発券させていただいて、その際のね注意事項なんかもですね解説ねやっていきたいというふうに思います。でですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスに関してはですね、特典航空券をね誰にでも発券することができるんですよね。この点をねすごい強い特典だなっていうふうに思っておりまして、 ANA とかね JAL とかであれば親族じゃないとねマイル自体はね利用することができないんですけども、ユナイテッド航空のマイルであればですね友達でも発券することができるっていった形になっておりますんで、誘ってね一緒に旅行みたいな感じでね利用することもできるっていった形になるんですよね。またですね、今回私が利用させていただいたのは羽田から沖縄を経由して福岡っていった形になるわけなんですけども、こちら ANA でね同じような路線を取ってしまうと、羽田から沖縄の必要マイル数、沖縄から福岡のね必要マイル数がかかるわけなんですけども、ユナイテッド航空のですねマイレージプラスで取ると、羽田から沖縄、沖縄から福岡ね、この路線全部で6000マイルでね済むっていった形になるんですよね。これはね乗り継ぎっていった感じでね認識されているみたいで、私がね利用させていただいた時間帯は結構夜遅くの便だったわけなんですけども、これねもうちょっとうまくね時間帯調整すればですね、本当に2都市をね楽しめるみたいなね感じでも利用することができるっていった形になっておりますんで、このねユナイテッド航空のねマイレージプラス、かなりね使い勝手がいいっていった形になっておりますんで、もしね貯められてない方であればですね、ユナイテッド航空のマイルもですね貯めていただけたらなっていうふうに思っております。それではですね、今回ユナイテッド航空のマイレージプラスを使ってですね、 ANA のね国内特典航空券の発券方法をですね紹介していきたいなというふうに思います。それですね、実際に画面ね見ながら解説ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずですねユナイテッド航空のマイレージプラスねログインしていただいて、予約っていうところをクリックしていただいて、その中にね特典旅行っていうのがねあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、行き先をね決める画面がね出るっていった形になると思うんですけども、往復か片道かね選んでいただいて、出発地とね目的地、人数と日付をですね選択していただくっていった感じになっております。でですね、時間帯っていうところがあるわけなんですけども、ここはねひとまずねいつでも選択しておいてください。でですね、人数を決めていただいて、でですね航空会社の選択があるわけなんですけども、ここね全ての航空会社、最初からねこうなってると思うんですけども、こちらにねチェックが入ってるのを確認していただいてですね、次に進んでいただきたいなというふうに思います。でですね、フライト検索をねクリックしていただきます。で検索結果が出るとですね、ババッとね便が出てくるっていった形になるわけなんですけども、今回私は6000マイルで経由便をね利用して東京から沖縄に飛んで、その後ですね福岡に行く路線っていった感じになってるわけなんですけども、経由便っていった感じになりますんで、こういう便をね探す際にはですね、真ん中の方にねエコノミービジネスセーバー特典、ビジネスエブリー特典っていうのがねあると思うんですけども、その左の方にですね出発時間、到着時間、乗り継ぎ回数、所要時間っていうね項目があると思うんですけども、こちらの所要時間をですねクリックしていただくと、経由する便の1便目と2便目がですね長いフライトがね出てくるっていった形になりますんで、一番上のはね1回の乗り継ぎ22時間30分っていった感じになっておりまして、2つ目もね1回の乗り継ぎ22時間15分っていった感じになっておりまして、こんな感じですね経由便のね乗り継ぎが長い時間がね出てくるっていった感じになっております。でですね、ここからはお好みでね選んでいただくっていった形になるわけなんですけども、今回私の場合はですね東京の羽田から沖縄を経由して福岡がね最終目的地っていった感じになっておりまして、ちょうどいい時間がですね20時15分発の羽田沖縄行き、沖縄はですね23時着っていった感じになっておりまして、翌日のですね15時40分に沖縄発の福岡行きにね乗るっていった感じになっておりまして、この便をね選択させて
していただきました。でですね、選択していただいたらですね、フライト時間等々がね表示されておりますし、またね乗り継ぎがね日付をまたぐっていった形になっておりますんで、出発は12月4日だったわけなんですけども、次のフライトに乗るのはね12月5日っていった感じになっておりまして、日付をねまたいでるわけなんですよね。こういう表示もですね出ておりますので、ここら辺もね必ずチェックしてからですね選択していただければなというふうに思います。でですね、次のページに行くとですね、予定のね詳細が出てくるっていった感じになっておりまして、このね右上の方にですね合計マイル数が出ておりまして、真ん中にね旅程表が出てるっていった形になりますんで、こちらね確実にねもう一回チェックしてからですね次へ押していただけたらなというふうに思います。でですね、次のページに行くと旅行者情報がね出てくるっていった形になっておりまして、でですね、ここで電話番号とかねメールアドレスとか登録していただくんですけども、真ん中のちょっと下の方にですねフリークエントフライヤープログラムっていうのがねカッコオプションっていうね項目があると思うんですけども、ここをね注意していただきたいんですよね。多分おそらくなんですけど、もともとねここはユナイテッド航空のねマイレージプラスのマイレージ番号がね記載されているっていった形になっておりますんで、ここね ANA にね切り替えないと後でねちょっと面倒くさいっていった形になりますんで、このフリークエントフライヤープログラムカッコオプションっていうところをですね確実に ANA の方にですね切り替えていただきたいなっていうふうに思うわけなんですよね。で、切り替え方法なんですけども、フリーエントフライヤープログラムカッコオプションっていうところの下にですね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのがね、書いてあると思うんですけども、そので右下の方にフリークエントフライヤーの追加っていうね、ボタンがあると思うんですけども、こちらをね、クリックしてください。でクリックしていただくとですね、フリークエントフライヤー情報追加っていったね画面が出てくると思いますので、こちらでですね ANA のね選択していただいて、マイレージ番号をね入れていただくっていった形になっております。この作業はですね本当にね確実にねやっといていただきたいなというふうに思います。こちらをね入れることによって予約を完了するとですね、 ANA のアプリありますよね、次回のフライトでこちらね表示されるようになるんですよね。ですのでこの項目はですね、必ずね入れといていただきたいなっていうふうに思います。ですね、次の画面に行くと座席を選択するか支払いに進むっていうね感じで、ちょっと日本語がねおかしい感じになってるわけなんですけども、今回の旅程は羽田から沖縄に飛んで沖縄から福岡っていった感じになりますんで、2つのね便の座席を指定できるっていった感じになっております。この画面でね指定ができるっていうのはかなりね楽でいいですよね。で座席をね選んでいただいて次のページに行くっていった感じになっております。でですね、次のページでお支払い情報ということで、ご請求の情報であったりですね、購入者の連絡先等々はね、入力する画面っていう風になりますんで、こちらね入力していただいてっていった感じになっております。でですね、右上の方に先ほど同様ですね、6000マイルプラス0円ということで、6000マイルのみね支払って発券できるっていった感じになっております。チェックが済んだらですね、右下の黄色い購入っていうボタンをですね押していただきます。でですね、安心して予約してください、予約から24時間以内はキャンセル無料っていうのがね記載されているっていった感じになっております。でですね、次のページに行くとユナイテッドをご利用いただき誠にありがとうございますということで、購入完了のね画面が出るっていった形になっております。でですね、旅行に関する情報ということで予約番号等々もねこちらに表示されているっていった形になっております。でですね、下の方を見ていっていただくと合計ね6000マイルで発券できていることがね確認できるかなっていうふうに思います。でですね、ユナイテッド航空の発券自体はですねこれで完了っていった形になるわけなんですけども、予約の詳細をね ANA の方でね確認したいっていう時はねあるかなというふうに思うわけなんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA のね特典航空券を発券するとですね、取ってるのは国内線なわけなんですけども、扱いはね国際線っていった形になりますんで、 ANA のね公式サイトにログインしたらですね、国内線ではなくてですね国際線の予約ページにね行っていただければなというふうに思います。でですね、先ほどフリートエントフライヤー情報追加ということで情報を入力しているっていった形になりますんで、この国際線の予約一覧を見ればですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの予約一覧もですねこちらで確認できるっていった形になっております。もしね
座席等々をね変更したい場合はですね、こちらでね変更もできるっていった形になっております。でですね、一つね注意しておいていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、アップグレードポイントをね利用してプレミアムクラスにねアップグレードしたい時ってありますよね。実際このフライトねもう私終えておりまして、まだね動画の方は出せてないわけなんですけども、1便目はですねプレミアムクラスね利用させていただいたっていった形になっておりまして、アップグレードの方はねできることはできるんですよね。本来ですね国内線のプレミアムクラスのアップグレードはですね2日前からですねアップグレードねできるわけなんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスで取った ANA の国内特典航空券っていうのは国際線扱いっていう風になっておりますので、2日前からアップグレードっていうのはねできないんですよね。ですので当日チェックインカウンターでお願いするしかないっていった形になっておりますので、この点をね覚えておいていただけたらなというふうに思います。以上でねユナイテッド航空のマイレージプラスでですね ANA のね国内特典航空券を発券できたわけなんですけども、一番ね注意しておいていただきたいのはユナイテッド航空のマイレージプラスで発券する際にですねフリーエントフライヤーの情報追加ですね、こちらね確実にやっといていただきたいなというふうに思います。やはりね ANA のアプリでね確認できるっていうのはね結構便利かなというふうに思いますので、もしねユナイテッド航空のねマイレージプラスで ANA のね国内特典航空券ね発券する方であればですね、こちらね確実に情報追加ねしといていただきたいなというふうに思います。またねデスクに問い合わせる際もですね国際線扱いっていった形になりますんで、こちらね国内線のデスクとかにね電話しても結局ね国際線の方に電話回されてしまうっていった形になっておりますので、この点もね覚えておいていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA の国内特典航空券の発券方法ですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、個人的にはですね本当に経由便がね利用できるっていう面もありますし、 ANA マイルより少ないね必要マイル数で利用できるっていった形になっておりますので、ぜひねユナイテッド航空のマイルね利用してみていただきたいなというふうに思います。またですねユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA のね特典航空券発券しているわけなんですけども、 ANA のステータスね利用することができるっていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。